内村義士明治四十年四月十三日は、日本の武士、儒学者、内村貫蔵の父で、幼名は金之城、内村金之城義士と表記することもある。天保三年十二月十八日、義士は内村家六代、長生の子として、高崎城内に生まれ、後に家督を継ぐ。小川峠を務めていた時、藩主、松平明政は、共神隊を編成して、 藩の軍政を様式に改革していた。よ、これも藩主に従っていたが、反論が一致せず、藩主と共に、江戸に移る。1861年3月22日、江戸小石川飛び坂上の武士屋敷で、妻や外との間に、長男勘蔵が生まれる。その後、辰三郎、道春、吉、淳也が生まれた。明治維新後は、高崎藩所活の陸前おじか、物を。 元吉の県藩事と、石巻県小三寺富県小三寺高崎県小三寺を歴任する。明治4年、廃藩地県により、高崎県は他の旧県とともに、群馬県になる。これ以降は公職に就くことはなく、元藩主、大河内明星の相手役を行った。晩年には、キリスト教の指導者になった息子、肝臓の勘化を受けて、クリスチャンになり、 カナダメソジスト派の日本メソジスト教会下屋教会の会員になる。明治37年11月11日の妻やその死後は長男関蔵が世話をする。明治40年東京府で死去する。江戸時代初期農夫であった内村木部へ至るのは島原の乱で勲行を立てて高崎藩の死分に取り立てられる。関根正を内村関蔵十三ページ、鈴木の久 内村肝臓49ページ。ありがとうございます。